こんにちは柏流一の今日のインテリエンスを始めさせていただきます今日はですねついにこの日がやってきた東大法学部神話の崩壊 <laughs> そういうテーマについてちょっとお話しようとう思うんですね。まずねあの僕のね個人的な話からちょっとしようと思うんですよ。まあ、僕はね大学入った時には、まあ、僕が行った大学はねあの内部でね天学部ができるんですよ。 合格最低点とそれの総得点中の比率っていうんですかそれが上だったら割合自由にいける買われるっていう制度があったんですよねですからあの割合工学部で入っても例えば経済学部に行ったり文学部に行ったりそういうことは割合できると。 まあ理系の間でもね例えば工学部から例えば理学部行ったりとかそういうのも多分我々行けたはずなんですよ。ですからあの理文系の人がね理系の学部に入れるかっていうとそれはちょっと無理かもしれませんけど理系の人があの文系に行くっていうのは我々簡単にできたんですよね。まあそ,れそ,れ、まあその制度、まあ、ちゃんとちゃっかり僕は利用したんですけどねあの僕は実際入った時には工学部に入りまして、えー、でそこでそれで、あのー、結構文学部に添付する2回,から2回生から3回生かなその時にあの の展望するとそういうことをしましたで文学も先生にどういうことを言われたかっていうと就職ないからね <laughs> まあそういうこと言われたのは今は覚えてますけど、よ、まあ、確かにあでもねそんな就職ないということは多分なかったですよね僕が卒業してるよねあだからすごくあのいいいい えのいい学生生活を送りましたんで僕は全然あのそういう不満は全然ないんですけども、まあ、まあ文学部ですからねだからかねあの内容的にはすごく僕は満足だったんですけど、まあ、世間的に見たら大したことがないかなと、まあ、そう思うんですけどもまあ,あの今日はねだからこう東大法学部はい、今どうなってるのかって話をちょっとしようとこう思うんですよ。まあだからね うんまあ、うちの大学まあ京都大学ですけどね京都大学は、まあ、そんな感じで割合自由に変われるとそういうことがあったんですね。東大の前はどうかっていうとですねあのまずですね最初に全員今日駒場の,の方にあるねあの教養学部とかに入って1年半そこで勉強してそれ以降は、えー、っとようやく学部に 変変わわるとそそういういい制度ななんですよ、ね、ですね今もそれは多分変わらないやつですで大体あの東大入るコースが6つありまして文、えー、1文2文3理1理2理3まあ文化1類文化2類文化3類というのが正式名称なんですけどね。で文化1類っていうのが法学部文化2類っていうのが経済学部文化3類っていうのが文学部教養学部、えー、っと教育学部と。 ま、そういう構成になってるわけですよ。で、理科1類理科2類理科3類に関しては理科1類が工学部と理学部ですね。あの,あの理科2類も工学部と理学部。あと薬学部も行きますね。あと、医学部も若干行きますね。で、あと、理科3類は医,医学部ですね。まあ、そういうコース分けになってるんですよ。だから、あの工学部行く場合でもね。いろんな学会あるじゃないですか？ 学学によって、あのー、あのその教養部の、ねえー、教養学部のと成績で、えー、決められるとだからそれを「新振り」というんですよね。なんか話聞いいてましたけどなんかすご壮絶な 戦い,みたいえー、戦いみたいでいろいろねあの本当にあのいろんな策略があるんだって話は東大行かれた方から聞いたことありますけどまあそういう感じであの割合こう中入ってからも大変だ京大、まあの前中入って大変ってことはあんまほぼなかったんであやっぱり良かったかなとこう個人的には思ってるんですけどねまあそれで今日はどういう話をするかっていうとこの大体ね文化一類ってい文化一類ってったら いわ,わばこれまで日本のとにかく大学の中、まあ、文系の、ね、大学の中だったら花形っていうのがだからやっぱり難,、ね、難易度も一番高いですし東大の中でもね一番難しいしで、あのー、法学部で法学部出たら、えー、こう例えば高級官僚になるとかあるいは民間に勤めるとか、まあ、かなりね特権的な立場だったんですよ。 それがね最近ちょっとどうも変わってきてるようだっていう話があるんだよね。あの2021年ね2021年の文系の合格そう,あのそう、ね、大体コース別の合格最低点っていうのが出るんですよね。あの基本的に文系はあの配点が全部必要ですからねこれは厳密に比較ができるんですよ。で大体ですねそれであの法学部に大半の学生が進む文化一類は文化二類経済学部ねほとんど経済学部っていう文化二類に,二類に比べてもに そして文化三類ですね文学部とか教養学部、えー、教育学部あと教育学部かなここに行く文化三類よりも下だっただからねあの東大で一番入りやすかったのはなんと東大法学部だったえーって感じでしょ僕らの世代から考えたらねとても信じられない話なんですよねこれね。 あのー、なぜかっていうとやはり東大法学部いうのはややっぱりり独特なんですよねやはりこう日本の国家を支えるための官僚を養成するっていう目的がありますから官僚はまあ優秀じゃないきゃいけませんからね学力的に優秀であってっていうことがありますから一番難しい東大法学部から行くっていうケースが今でも多いわけですよね。でそれで,、あのー、それであの官僚になってそれでどんどんこう日本の国を動かしてもらうとそういう基本的な図式があったんですけどその東大法学部が入るのが簡単になっちゃったと。 これはねいろん管理はあってもこんなんじゃなというねやっぱ頭のいい人がね頭のいい人がそういう,こう東大法学部的なあり方っていうんですかそれにすごく疑問を持たれるようになってるんじゃないのかなむしろ海外の大学の方がいいんじゃないかそう思われてる人も多分多いのかもしれません。でもこれはショッキングな話でねあのこれまでの日本の常識と言ったら変ですけど日本の社会を一つ支える大きな柱があったはずなんですよね。 柱が気がついたらなんか他かのね文化一類や文化二類や文化三類よりもレベルが下になってたって言ったらこれはあと数年来たらもっと多分差がつくかもしれませんよねだからこれは大変なことやなぁとこう思います。だいたいねそもそもねあの文化三類ってねまあ教育学部教養学部あと文学部かな一番世間的には全然役に立たない学部。 なんか、ね、社,社会的な実技という点から考えると、一番役に立たん学部なんちゃうかなとかこう思うんですよね。まあ、経済学部はまあ、ある程度役に立つかもしれませんね。ですから、あのなんか役に立たない。学校の方が法学部より上っていうのはなんか、なんかど,どうどうなんだろうとそう思ってしまいます。やっぱりですね。あの昔ね。だからあのー。 東大法学部とというとですね、やっぱりこう東大法学部神話みたいなのがあったんですけどね今でもそうなのかもしれませんけど例えば法学部だったら例えば学部でね学部でトップで卒業すればそのままあのー、なかな大学院行かなくて、えー、と助手になってとそういうケースも多々あったようですねですから、あのー、全然こう、普通だったら考えられないのですよ大学院まで行ってそれから研究,研究の、えー、研究職というかねある程度講義を 担当してそれから例えば助手になるとか、えー、准教授になるとかそういうパターンがあ、ま、ほとんどあったんですけど東大の場合は学部卒でね学年トップだったらねいきなり助手になってみたいなそんなかんそんなこともあったようですねいやこれは今は、まあ、多分もうないかもしれませんけど昔はそのぐらいなんかその東大法学校へトップのやつっていうのは拝まれていたすごいやっちゃうそうなってたんですよね。まああだだから、あのー今ね、だからら今ねれなんですよだから 昔はねだからねこう官僚とか企業でも、まあ、東大法学部はエリートだったとでそのエリートが、えー、そのコースがもう隔離してたんですよねそれがこんなね入るとこでこんな簡単だったらもうこれはコースとして崩壊しつつあると言ってもいいんじゃないかとだから東大法学部行ってもしゃあないやんっていうねそういうのがあの受験生の意識の中に結構生まれつつあるんじゃないかなとそう思うわけですよ で実際問題としてね東大法学部の卒業後の進路というのはちょっと調べてみたんですよそしたら民間に就職する人が33%大学院進学する人が26%で官僚は21%ですよでえ地方公務員が3%で無職が17% <laughs> まああのあれでしょうね無職といってもあの大学院に行ったりとかなんか他のね他の進路に行くのに、えー、ダメなんで、えーっと,まあ、とりあえず無職みたいなそういう感じなんだと思います。 で実際ね民間といってもねあ,のあれなんですよ今の場合は、えー、外資とかねあと外資系の銀行とかねあとはコンサルね、えー、コンサルタンティングですか、えー、コンサルティングですかそういう会社に行く人がすごく多いんですよ。だから昔みたいにねあのいわゆる四大財閥があってそういうところに、ね、銀そう財閥系の銀行とかそういう企業にバンバン就職するとそういう感じでもちょっとなくなってきてるんですよね。 いやこれは本当にあのそういう傾向はもう,、えー、っともう数年前から、うん、そうなんじゃないかな。あの本当にねあのなんか例えば、うん、経済学部行ったの,もあの昔だったら、ね、銀行でね何十人という枠があったんですよ。今はもう全然ないみたいでねむしろあの数学で、ね、理学部の数学科出た人なんかの方があのそういうあの金,融に金融方面に行きやすいとそういう傾向があるんですよね。 だから本当ねあの官僚養成学校としての東大法学部っていうのはもう終わ,を打つ、えー、終わりを迎えつつあるとそういう方が多分あると思うんですよね、まあ。なんでこういう変化が起こったかっていうことをちょっと考えてみるとやっぱりですねあの官僚に求められる素質っていうのがだんだん変わって,くる変わってきてるからかなとそう思うんですね。で財務,省財務省がなぜおかしいのか。 というとやはりそのいうこういう東大法学を出身者が多いからではないかとそれ勝手にちょっと仮説をちょっと考えてみましたそうするとですね結局昔はね事務能力とか学力まあペーパーの試験ですよね試験ができる人が優れた人物として考えられたわけですねそれからどんどん入れてみたでも全然どうもうまくいかないというのが多分現状だと思うんですよ だからね、あのー、多分昔は多分こう,いうこういうことがあったと思うんですよ。やはりね、東大法学部から行くんだったら、あのか裕福なね、で我々家庭的には健全な家庭が多分、昔は多かったんじゃないのかなと、こう思います。だから、そういうところ、家庭育った人は、まあ、人間的にもまともな人間であることが多分多かったんじゃないのかなと。で、やっぱりね、で特にね、やっぱりこう国家のために働く官僚っていうんですか。 それはまあ昔は多かったのかなとそう思うんですよ。あの代表的な官僚って言ってやっぱり昭和の時代の官僚の方が多いですもん。平成の時代の官僚って言ったらなんかねあのどっかのえっ、ー、と、えー、文部省の次官みたいにねなんか変なことばっかり言うようなあの頭がくるくるパーちゃうかと思うような人が多いですよね。あの文部省もそうですけどあの本当ね変な人が多いんですよ。 全然、ね、あの人間とししててて親しみを持てないっていうんですかそういう人が多いっていうのがすごく問題じゃないかなとそう思うんですね。だからやっぱりこう国家のためにっていう,こう意欲っていうんですか今でも多分ある少しはあるとは思いますけど昔に比べたらボルテージが下がってるのかなとそういうイメージがあります。でやっぱりね問題はね一つあるんですよ。キャリア官僚というとね普通ね退職後どうなるかっていうと大体ね天下りするんですよ。 たただこれがが、ね、すすごく問題があるみたいなんですねあの。僕の知り合いに、ね、農業大学の先生がいな農業大学で先生された方がいるんですけど、まあ、その方が曰くですねあのその学校はね農産物を自分と自分の学校で作った農産物を販売してで一応経営,経営面には国からお金をもらわずにも運営できてたと。しかしですねあの天下りがですねバンバン降りてくるそうなんですよ。でそのの人たちの給料を払ってると、 蓄えも全部なくなってしまって大変なことになっているとそういう話を伺ったことがあります。だから本当ねあのそういうこうキャリア官僚ですかキャリア官僚がものすごくお荷物になっていると日本の産業にとってすごくお荷物になっているっていうことが多分あるあると思うんですよね。半導体産業でもありましたよねあの補助金をもらったらあのあ何人か、えー、天下りの枠を用意してねみたいなそういう話がありましたよね。だからそういうね。 あの役に立たない人をね民間がね受け入れなきゃいけないっていうね制度これがやっぱりすごく日本の経済を蝕んできたのかなぁとそう思う思んですよねですからやっぱそこら辺のとこも考えてもねやっぱり結局あの退職した後そういうなんか天下りしないとあとは生活ができないみたいな生活ができないってことはないでしょうけどやはりあの 瞳心ついたというのか、まあ、ある程度社会的に安定した生活を送れないそういうことがやはり日本の官僚制度としして大きいいんじゃないでしょうかやっぱりねキャリア官僚も退職後やはりこうちゃんとね、えー、っとどういったのなあの官僚のためのやっぱ年金制度っていうんですかお金がかかりますからね確かにお金はかかりますけどこれはやっぱりあの作らなきゃいけないんじゃないかなと。 例えば米軍だったらですねアメリカ軍だったら20年かそのぐらいいたらあれもう自動的にあその時の給料の6割か8割かなんか分かりませんけど特定の比率であの給料がもらえるようになってますよね。それがあるからね米軍強いんだと思いますよ。だからやっぱりちゃんと官僚に対する待遇ですよね。官僚の待遇ですよね。官僚の待遇をもうちょっと良いものにしないと。 まあ、だから、ね、退職した後の年金とかねそういう意味でやらないとこのまま日本の国はずぶずぶつれていくんじゃないでしょうか。かかそれはねすごく僕は懸念してるんですよで、ね、やっぱりねあともう一つね言い入れくとやっぱ官僚に求められる資質としてねいや単にね学力とかねあのどういったかな能力,能力の高さだけ,だけで見てはもうそろそろいけないんじゃないのかなと。 そう思う思んですすね能力が高い必要はありますよそれでもねやっそう思うんですよやはりこう学校で習ったことしか知らないとかねあと知的な好奇心がないんでもう教えられたことをそのまま続けることしかできないとかそういう人っていうのはすごく困るなぁとこう思うんですね。例えばですねガソリンの料金が上がったら何とかして下げることを自発的に検討すると。 そういううい官僚の人がもう少し多くなななっていいただけ,なければ困るんじゃないでしょうかし、まあ、今の官僚っていうのはねやっぱりね苦しんでる一般のねそういう人がすごく多い気がするんですよ。それに対してねやっぱりこういうことを言う人もいるんですね。今の制度がそうなっているから外国人留学生にも10万円を給付すると政府は説明するんだろう。 しかし一方で真面目に働いている月給10万円の日本人の独身世帯には1円も給付されない明らかに不公平ではないかちゃんと税金を払っている日本人にこそ10万円を給付すべきだと言っているのが国民民主党のですね。ですからどうですかあのすごく立派でしょこういうこともねちゃんとこういうことが普通にスッと出てくるような人がやっぱり官僚にならなきゃいけないんじゃないのかなと。 まあこの玉木さんはすごくキャリア的にすごく面白くってあの香川出身なのかなそれでもやっぱりあの東大法学部に入られましてねそれからあの財務省が入ってあの主計局ですか本当にエリートコースですわそれを行かれた方なんですよ。でもやっぱりちゃんと考えちゃんとねあ頭がちゃんと動けばこういうまともな発,発言もできるわけですよ。だから決してね東大法学部が元からダメだというよりはやっぱり。 あのこう一人一人やっぱりねえ東大法学部に入られた人っていうのが卒業された方の一人一人の心の持ちようっていうんですかそれがやっぱり重要なのかなと単に東大法学部がダメってそういうことじゃなくて一人一人がねもうちゃんと自分の良心に従って判断ができるかどうかそういうところがすごく重要なんじゃないかなとこう思うんですね。まあだからあれですよね結局マンネリズムなんですよこれまでねあのなるべく税金を多くとって。 あの財政支出はとにかく少なくしてという緊縮財政みたいなことをずっとやってきたわけですけど結局マンネリズムなんですよ。周りの代からずっとやってきましたから我々の代でもそんな変わることはやめとこうとねで政治家が変なこと言われたら潰してやろうみたいな変に傲慢なんですよね。まあそんなことやってるから、えー、いつまでたってもおかしいとそういうことになるんだと思います。だから今から変わるんで、ね、今から変わるんでも決して遅くはないんでね是非変わっていただきたいなとそう思います。 で、やっぱり政治家を選ぶときにもやっぱ学歴に見ちゃいかんなと。そういうことはつくづく思うわけですよ。まあ、ここであのそうね。例えばこう立候補なさった方の政策がどうかどう言及しているのかでどう？そのご本人がどう行動してきたのか、それがすごく重要なんではないかなと,とつくづく思うわけであります。まあ、東大もね。そういう役割を終えてまあ、普通の大学に戻って、あのいい人材をね。あの出してくれたらなと。 だいたいあの玉木さん自身が東大なんですからね。だから東大法学部出たからダメだということではなくて、やっぱり出た方が改めて自分の両親に合わせて考えていい政策を考えていただければなと。まあそういうのが僕が一番言いたいことです。まあよかったら良い方にポチを。そしてあのチャンネル登録もぜひお願いします。じゃあ今日はこれで終わりますね。